リバプール崩壊、サラーがクロップ監督にブチ切れで終われ。レッズは 2-1 と1点リードで迎えた76分あたりから、サラー、ダルウィン・ヌニェス、ジョー・ゴメスの3枚替えを準備している間に同点ゴールを献上、失点の前から、クロップ監督に向かって両手を広げて何事かを言い放っていたエジプト代表フォワードは、被弾でヒートアップしたのか、また悪態をつく、ヌニェスが2人の間に入って、エースをなだめる事態となった。A メディア、スポーツバイブルによれば、試合後のフラッシュインタビューで、この件について質問を受けたクロップ監督は、私たちはドレッシングルームですでに話をした、私にとっては終わったことだ、とコメント、大きな問題ではないと強調した。ただ、サラーの方は、今日、僕が話したら炎上するだろう、と言い残して、取材エリアを足早に立ち去っている。今回が初めてじゃない気がする。過去に何度もやり合って確執があったんだろう、チームがいい時は聞く耳を持つが負けるとお互いすれ違う。チームの中心の一人がチームを壊すような振る舞いをするのはちょっと情けない。次の監督はこのサラーのマネジメント大変だな。スター選手を掌握する能力ないとチームが分裂するから。クロップにすらこんな態度を取るなら、新しい監督はさらに扱いづらいだろう。売れるうちにサウジに高額で出して補強した方がいい。クロップ最終年、一致団結してって思ってたのに、がっかりだわ。サイクルの終わりを感じる。ここまで急失速してチーム内状況も芳しくないのはまさしくクロップリバプールの限界だったんだろうな。クロップの後の監督候補は実績なさすぎてしばらくは優勝争いどころではないから今季優勝したかったな。シティも同様に長期政権後にありがちだけどマンユーみたいにならないことだけ祈ってる。サラーとクロップのガチ喧嘩は離れなくても見たくなかったな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますのでぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。